これあの競輪の今これから歌うのは競輪の歌ですけど、あの1月の9日に引っ越して、実に陸の孤島というか電話も通じない、テレビもテレビ神奈川しか入らない、本当に参りました。テレビショッピングばっかりでね、谷隼人と松岡菊子が出てきていろんなものを売ってました。で、ああなんか爽やかな映像だなと見ると、でっかいセロリの畑で、あの主婦がセロリをかじって新鮮だなって叫んで、それだけちょっと面白かったけど、だからって何よと、畑から抜いてすぐ新鮮じゃないものって何、まあまあ相変わらずあの天の弱ですので、そういうふうにあの感想を持ちました。で、手紙も誰も私の住所なんか知らないし、一番最初郵便物が来たのはスタッフの大関君からですね。引っ越し終わった日にあのナイト競輪、ミッドナイト競輪っていうのもあるんですよ。それで大関君に3,000円渡して、じゃあ穴っぽいとこよろしくお願いしますって言ったら、次の日電報来て取りましたと、10何万か振り込みましたって、驚きました。あれが本当の吉報ってやつだね。吉報、私解明も何も全然考えないで全部大関さんにお願いしたんだけども、本当にね、ああいう電報だったら毎日一通ずつ欲しいですよね。夢のラップもう一丁って言った、聞いてください。あの人もいい人だった、やれこの人もいい人だった、それは口を拭うようにだけではあるな、その裏もまたあることで、裏は裏で曖昧で、家のない家路を急ぐようなもの、降り積む雪の花に刃を受けるようなもの、さあ夢のラップも一丁、あれは竹雄の競輪場、花の頭にアイスクリームをつけて、地面とも新聞とも一体化したロード、あれは花月園の競輪場、お前の読みは全然違うじゃないかと、小づきあが白髪の御陵に流れ流れたどり着いた知恵的冊子村松、おい夢のラップ、教えてくれたのはデュランでもスペルヌシティでもなく、朝もやをついて走る滝沢正道、走ることでしか染まれていかないものもたくさんあることを知っている、滝沢正道様が走っている、憧れゆく理由がそこかしこにある、
忘れることを怖がっちゃいけない。それの時は一本で来れば分かったか。あれこれ迷うな。救われることを恐れちゃいけない。救いということは一つしかないんだ。トシドラム。テレビのご覧の皆さん、拍手をお願いします。トシ山本さん、よろしく。じゃあ少しだけ休憩いただけます。よろしくお願いいたします。自分のことを棚に上げて49年、怒り続けたまま49年、抵抗は48などでは済まされず、果てさて酔いは酒にとどまらず、いくつになっても遊びたい。借金を握る手でコップをつかみ、ギターを持つ手でコップをつかみ、絵筆を持つ手でコップをつかみ、果てさて雲までつかもうとし、いくつになっても遊びたい。